ースをお伝えします。敬愛する最高指導者金正恩元帥にノロドムシアモニカンボジア王国国王から論文が寄せられました。論文は2016年12月17日の偉大な金正恩総書記の逝去5周年に際して、朝鮮人民の最も敬愛する偉大な指導者である金正恩総書記に崇高な敬意を表する。総書記は両国人民の間の緊密な友好協力関係の発展に大きな貢献を成した。金正恩元帥に崇高な敬意を表すると述べています。偉大な金正恩総書記の逝去5周年に際して、敬愛する金正恩元帥の普及の著作、金正恩的愛国主義を具現して、不況の祖国の建設を推し進めよう、アンゴラの通信が報じました。偉大な金正恩総書記の逝去5周年に際して、金正恩総書記の普及の著作、偉大な領袖金日成同志を、我が共和国の永遠なる主席として高くいただこうが、ロシアのハバロスク地方出版社から、祖国統一は朝鮮民族同士が力を合わせて自主的に実現すべきであるが、フランス反帝戦線によりデモクラト出版社から出版されました。一方、総書記の普及の著作、戦軍革命路線は我々の時代の偉大な革命路線であり、朝鮮革命の百戦百勝の旗印であるが、総書記の逝去5周年に際して、スロベニアの金正日総書記を偲ぶ委員会のホームページに載りました。偉大な金正日総書記の逝去5周年に際して、フィンランド、ノルウェー、デンマーク、イギリス、ルーマニア、ブルガリアで、総書記を偲ぶ集い、図書及び写真展、映画会が催されました。会場に太陽のように明るく微笑む偉大な金日成主席と金正日総書記の写真が掲げられていました。そして、北東山の不正室の偉人たちの不滅の業績を見せる写真が展示されていました。また、社会主義強国建設の最盛期を開いていくため励んでいる、朝鮮の軍人と人民を紹介する本と写真が展示されていました。映画界では、記録映画、金正日か、朝鮮労働党の旗が上映されました。催しに各界名士と市民多数が参加しました。参加者たちは、太陽のように明るく微笑む主席と総書記の写真に献花し、敬意を表しました。フィンランド、ノルウェー、デンマーク、イギリスで行われた催しでは、敬愛する最高指導者金正恩元帥に送る電文が採択されました。偉大な金正日総書記の逝去5周年に際して、ラオスの新聞パサソン、ミャンマーの新聞ザンニューエイジ、コンゴの新聞パトリオット、ウガンダの新聞サンライズが、太陽のように明るく微笑む金正日総書記の写真とともに特集を組みました。新聞は、金正日総書記が生涯を尽くして成した功績は、朝鮮での社会主義偉業と世界の自主化偉業を保障する尊い遺産として末永く輝くだろうと述べています。一方、金正日総書記の逝去5周年に際して、ドイツ判定フォーラム、朝鮮との友好協会、北東山チェコ朝鮮友好協会、スペインのバスクチュチェイシソ研究会、ルーマニア社会主義党のホームページに、時代と歴史に大きな貢献をした総書記の不滅の業績を称える文が載りました。世界が偉大な金正日総書記を不正室の戦軍総帥として称えています。イギリス戦軍政治研究会、イギリスチュチェイシソ研究会は共同声明で、金正日総書記はチュチェイシソ戦軍思想に基づいた鉄のような団結で、朝鮮人民軍を指導者の軍隊に強化発展させたと述べました。ロシアの新聞リバクサハリナ、インドの新聞パブリックニューズ、ドイツ判定フォーラムのホームページには、朝鮮人民軍の必勝不敗の威力は、金正日総書記の優れた導きを抜きにしては考えられないという内容の記事が載りました。スイス朝鮮委員会委員長は、金正日総書記は独創的な戦軍政治を行って、アメリカとその手先たちの新たな戦争挑発策動を粉砕し、社会主義朝鮮を人工衛星の製作及び打ち上げ国、核保有国に作った不正室の戦軍総帥だと述べました。敬愛する金正恩元帥の朝鮮人民軍最高司令官任命5周年に際して、27日、共和国の南浦港で、
外国船舶乗組員の記念の集いがありました。ロシア船籍のタガンロガ号とベトナム船籍の宝南1号、パナマ船籍の大安号、ジャマイカ船籍のニューグローバル号、フィジー船籍のザンプ号の船長と乗組員が集いました。集いで発言した人たちは、偉大なキム・イルソン主席と金正日総書記の思想と業績を立派に受け継ぐ不正室の戦軍の総帥である敬愛する最高指導者金正恩元帥を仰いで、朝鮮は必勝不敗の政治思想の強国、軍事強国としてさらに名を馳せていると述べました。集いでは金正恩元帥に送る手紙が採択されました。偉大な金正日総書記の逝去5周年に際して、在中国朝鮮人総連合会とその参加組織で追悼行事が行われました。総書記の偉大さについての討論会が中国の新疆にある在中国朝鮮人総連合会会議室で、在中国朝鮮人総連合会中南地区協会の追悼の催しが中国駐在朝鮮大使館で行われました。催しで発言した人たちは、金正日総書記の革命的生涯と不滅の業績について高く称えました。在中国朝鮮人総連合会遼寧地区協会、吉林地区協会、丹東市支部、ハルビン市支部、海林市支部など参加組織でも追悼行事がありました。一方、金正日総書記の逝去5周年に際して、ロシアコロジン統一連合会、キルギスコロジン統一連合会、ウズベキスタンコロジン統一連合会の追悼行事が行われました。共和国で今年全国的に20余りの育児院と愛育院、初等学院、中等学院が立派に建てられました。もってこいの場所にユニークに建てられたこれらの施設に響く子どもたちの幸せそうな笑い声と字を読む声は、国中を一層明るくし、子どもたちはここで思う存分学び、国の担い手に育っています。南朝鮮のインターネットメディア民衆の声に26日、国定歴史教科書の廃棄を求める民衆を受け入れることを海外当局に求める社説が載りました。南朝鮮のインターネットメディア統一ニュースによりますと、南朝鮮のサード配備阻止全国行動が22日ソウルのロッテホテルの前で緊急記者会見を開き、サード配備強行のための傀儡軍部と財閥の間の水面下の駆け引きの中止を求めました。以上でこの時間のニュースを終わります。担当はオーヨンスクでした。こちらは朝鮮の声放送です。司令官と船員たち、偉大な金正日総書記にとって生死を共にする同志戦友が多いのは最も大きな楽しみ喜びでした。ある年、総書記は同志たちと席を共にした時に、私は戦友たちと一緒に撮った写真をいつも懐にしまっておいている。私がいるところに君たちがおり、君たちがいるところに私がいると言いました。1990年代にあった苦難の行軍と呼ばれるほど国がとても苦しかった時のことです。金正日総書記は最前線の人民軍のある部隊長を訪ねていきました。激しい吹雪をついてきたので、総書記が車のドアを開けようとした時、ドアが凍りついて開けることができないほどでした。こんなに寒い冬の日にここまで来られるとは。感激に喉を詰まらせている部隊長にあった総書記は、今朝食卓を前にすると最前線で苦労している君のことが気になった、それで一緒に食事でもしようと思ってきたと言いました。総書記の思いやりに部隊長は涙を流しました。一人の戦士のために遠慮いとわず車を飛ばしてきた総書記の熱くも熱い恩情に、部隊長は強く胸を打たれました。この日、総書記は健康に気をつけてほしいとの部隊長の言葉を聞いて、最高司令官が安らかにいれば我が兵士と人民が苦労し、国の機関車が止まることになる、
苦難の行軍、強行軍は厳しくても、私のそばに私のことを心配し、いたわる同志が多くいるので、私の心はいつも楽観的だと言いました。同志を最も大切に思う総書記のこの恩情の中で、兵士たちは総書記の戦友となって誇り高い人生を送りました。総書記が大豆食品のおかげでふくよかな顔になった女性の兵士たちの写真を、とうとう政権機関の幹部たちが直接故郷の親たちに伝えるよう手配したことや、戦闘任務の遂行中目に怪我をした女性の兵士を外国にまで送って治療を受けるよう取り計らったこと、二人とも師団長を務める兄弟が故郷の親のもとで楽しいひとときを過ごすよう特別表彰の休暇を与えたことなどなど、数々のエピソードが伝えられています。まさにこの地に最も崇高な同志愛の歴史を綴っていた総書記にとって、兵士一人一人は皆が最も親しい同志であり戦友でした。その崇高な同志愛は今敬愛する金正恩元帥によってそのまま受け継がれています。朝鮮の軍人と人民の皆は同志を最も大切にし心から思いやる金正恩元帥の周りに固く結集して、社会主義強国建設を力強く推し進めていくでしょう。最高司令官と戦友たち、高大使とお話ししました。戦軍政治は朝鮮式社会主義の永遠の生命線。朝鮮労働党の戦軍政治は朝鮮式社会主義の永遠の生命線となっています。それはまず戦軍政治が無敵必勝の軍事力で帝国主義者のいかなる反社会主義策動も一撃のもとに打ち破れる百戦百勝の霊剣だからです。社会主義のための戦いに革命と反革命との鋭い対決はつきものです。したがって革命武力に頼ってこそ社会主義偉業を完成できます。これは反帝闘争の経験からの真理です。革命軍隊の力が強くなるほど革命の赤旗は固く守られ、社会主義偉業も勝利目指してより早く前進できます。戦軍政治によってそれが完璧に実現しています。朝鮮労働党の戦軍政治が朝鮮での社会主義偉業の生命線となるのは、次に戦軍政治が朝鮮の社会の根元も同じで、戦軍革命の大本である軍隊と人民の大団結をあらゆる面から強める戦いの旗印だからです。社会の根元がどのように作られ、どのような力を持っているかによって、その社会の生命力が規定されると言えます。戦軍政治は軍隊と人民の思想と闘争気風の一致、軍隊と人民の大団結を社会の根元とみなしています。そして人民重視、軍隊重視、青年重視で軍隊と人民の大団結をあらゆる面から強めるようにしています。今戦軍政治によって軍隊と人民皆が革命の首脳部の周りに思想と意志、道徳と真偽で固く結集し、自信と楽観に満ちて社会主義偉業を力強く推し進めているのが朝鮮の現状です。これは戦軍政治が不罰の力の源である軍隊と人民の大団結を絶えず強められる団結の政治であることを語っています。そして一層強まる軍隊と人民の大団結はまさに社会主義偉業の威力ある霊剣であることを実証しています。朝鮮の軍隊と人民は社会主義偉業の生命線である戦軍政治に忠実に従っていくでしょう。戦軍政治が朝鮮式社会主義の永遠の生命線であることについてお話ししました。